どうも皆さんこんにちは、和正です。今日はですね、タイトルにもあるように僕はある天理教青年会が主催するリモートセミナー、お道のことについて喋るような、Zoom のセミナーに参加してきたので、それについて、僕の感想と、まあその内容についてですね、喋っていきたいなと思います。というのも、僕この動画を始めて、まあ始めたきっかけとして僕のお道の教えを、僕自身深めたいなっていうのと、で同じような、悩みを持つ若者、同年代の人たちに向けて、悩みとか、いいことも共有できたらなっていうことで始めたんですけど、動画を始めてから、いろんな人にコメントとか、LINE で、いろんなことを話を聞けてすごく勉強になってます。で、自分自身この動画を、通してですね、やっぱ教理勉強の大事だとか、まあ、いろんな言葉の意味について、考えるきっかけになったわけで、すごく勉強になってるんですよ。最初の動画でも言ってるんですけど、僕なんかその教理勉強をしたい、教えを深めたいっていうのと加えて、ちょっとなんか対談したいなとかね、言ってたんですよね。その大輔様とか、いろんなね、その先人方というか先輩方とね、対談形式でもね、やってみたいなと思ってて、まあでもなかなか叶わないわけです。落ちてもないですし、ね、じゃあ自分で参加してみようってことで、今回、お助けピックスに参加してきました。お助けピックスって何かっていうと、まあ、天理教青年会が主催する、Zoom を利用したリモートセミナー、お道の先人方で、まあ、知りたい方は、青年会に聞いてください。はい、そう、まあとりあえずね、その セミナーに参加してみて、すごくね、衝撃的というか面白かったので、それを共有したいなと思います。まずね、どんな人が話してたかっていう、大教会の後継者さん。過去には青年会の委員さんとかをね、やってた人っていうことで、なんかね、俺のね、大教会後継者さんの話、天理教のね、中枢機関にね、関わっていた人たちの話って、結局まあなんか、天理の教えっていいよねっていう感じでまあ終わるのかなっていうようなね、変な偏見があったんですけど、そうじゃなくて、その人が具体的にどんなお助けをしてるのかっていうことについて話してて、で、またね、その人が動画の中で、今のそのね、天理教のいろんな活動って、なんか内向きのことばっかりじゃないっていうね、ことを言われてて、まあこれ言い方は俺の言い方やからちょっと語弊があるかもしれんけど、まあ例えば行事とかね、まあ婦人会総会、天理教青年会総会とかいろいろあるけど、結局それって信仰する人が、信仰する人のためにやってることなんじゃないっていうかね、俺はそう思ってた部分があって、でその人もね、そうとは言ってないけど、まあなんかその内向きのことばっかりやっててもダメですよっていうことを言われてて、すごくね共感が持てて、でかつなんかそういう大教会の後継者であり、なんかその青年会委員とかもやってた人がなんかそういうことを言うっていうことで、なんか俺的にはねすごくね好感が持てます。で別に悪く言うとかそういうつもりじゃないけど、なんかね、へえ、こういう人たちもこういうこと言うんやっていうようなねところで面白いなと思って、そこも一つポイントでした。で、衝撃、何が衝撃だったかっていうことを今回ちょっと3つ挙げたい、いっぱいあるんですけど3つだけ挙げたいなと思って、その一つに、まあ、シンプルにそのお話をされていた人がやっていることについてと、2つ目にお助けのマーケティング化で、3つ目にあなたのやりたいお助けやりなさいっていうね、こういうキーワードが3つあるんですけど、その3つ順番にちょっと話していきたいなと思ってて、でまず1つ目にそのお話をされてた人の活動っていうことはすごく興味があって、っていうのはその人は SNS を使った自殺をしようとしている人たちへ向けてのお助けをしているね、簡単に言えば、自殺防止ネットワークっていう団体をですね作って、実際に SNS とかいろんなね電話とか利用して、これまでなんか350件以上自殺しようとしていた人の相談を受けていたっていう、ことをねやられてて、まずここで面白いなと思ったのが、自殺をしようとしている人たちに向けてやっている、こう相手を選んでやっているっていうことと、でそのために自殺防止ネットワークっていう基盤というかを作っている、だからつまりなんていう、お助けする相手とそのための準備というか基盤っていうこのプロセスを踏んでるっていうところが面白いなと思って、なんかお助けってさ、俺がイメージするんだけど、パッと出てくるのが例えば紙の流しとかパンフレット持って個別訪問とかな、なんかそういう、まあお授けもそうやけど、なんかそういうのが漠然とあったんやけど、そうじゃなくて、その人はこう誰に向けてやるのか、でそのために何が必要かっていうことを実際に行動に移してやっている人で、そこがすごくすごいなと思って、なんかそういうさ、なんかプロセスを踏みって、なんか今まで考えたことなくて、でもなんかそう、大人になればね、それぐらいのプロセスわかるでしょっていうような人も多いかもしれんけど、でもこれをお助けに当てはめるっていうのが俺の中ではなくて、なんかっていうのもお助けって、なんか全般的にやるもんでしょっていう、来るもの拒まずというか、
いろんな人に向けてやるもんだと思ってたんだけど、でもその人は自殺をしようとしてる人、相手を選んで、でそのためにこういう団体作ってっていう設定を考えてて、でもそれって別に相手を選んでるとかじゃなくて、シンプルに俺はお助けをする上で自分がお助けをするっていう、こう一歩を踏み出しやすくなると思うよね。狙いが具体的やから、それがあすごくいいなと思って、でその考え方、その設定をプロセスを踏むっていうその考え方で、そういう人はお助けをね、マーケティング化してたよね。でそれが2つ目の面白いなと思ってんだけど、ちょっとここ横に出そうと思うんやけど、縦線と横線引いて、まあ、縦線がビジョン、どういうものを目指すのかっていうビジョンと、横線が対象、どういった人をお助けするのかっていうマーケティング化してて、でその人が位置するのはこれ A、B、C、D ってあるならその D の部分なんやけど、っていうのも対象がこう自殺をしようとする人っていう、こうまあそのね、値っていうのが多分なんていうの、その時々によって変わると思うけど、その人はまあ自殺をしようとしている人に向けてやっていて、まあその人個別ケア、そう自殺しようとしている人の個別ケアということで、こう D の部分、狭いところに向けて焦点を当てていると。で逆のところで言えばね、 B やな、 B のところの例を挙げてたんだけど、それが一つに子ども食堂、幅広い層というか親子とかね、まあ地域の人、広い範囲で対象として、まあ地域のねコミュニティ作りっていう風にビジョンもね、ちょっと、まあ個別ケアよりは総局のところにあるんじゃないかなって言われてたんだけど、まあその対象として子ども食堂があるよって言われてて、まあこれはだからさっきも言ったように、これは流れによってね、その対象とビジョンっていうのがいろいろ変わってくる、本人によって変わってくると思うんだけど、あのまあ一つにこういう具体的にどういう相手、その相手をお助けするためにどういう基盤をね作るべきかっていうのは、こういうマーケティングというかの両方を使って実践できるなって思って、具体的により具体的に考えれるなっていうのはすごい納得して面白いって思いました。で最終的に、こういう考え方ができたら、これ3つ目の今日言いたかったポイントなんだけど、自分でやりたいお助けができるっていうことを言われてたよね。これはね、どっちやったかな、こう話してた人か、最後練り合いとかもあったから、練り合い中になんか言ってたとかもしれんけどね、結局やりたいお助けができるっていうことを言われてて、まずその言葉がまず俺にとっては衝撃的だったっていうか、お助けってこう選ぶもんじゃないと思ってたから、なんか何でもしていくっていうのがお助けっていうなんか変なイメージがあったんやけど、なんかだからやりたいお助けっていうのはやらされているお助けじゃなくて、自分でやるお助けができるっていう意味なんやけど、それがね結構衝撃的やったっていうか、まあ、確かにやらされてるお助けって全然楽しくないよね。例えばなんか、まあ、じゃあお前パンフレット配ってこいとか言われて、なんか一つ一つ個別訪問してても、が一種のね、まあ、それもなんていう、まあ、自分の修行じゃないけどなんかね、気が進まないっていう人もおるやろし、そういうもんやと思ってたけど、じゃなくてその人みたいに自殺しようと思う人を助けたい、じゃそのために自殺防止ネットワークを作ろうっていう、自殺防止ネットワークを作ろうっていう、なんかそのね、自分でこうアクション起こせる、こうお助けするために自分で一歩踏み出せるっていう、意味でね、なんかその自分がやりたいお助けができるっていう言葉がねすごく心に残ってて、なるほどなと、まあ、やらされてるお助けじゃなくて自分にできる、まあ、そういう意味で特分を生かすっていう言葉がよくあるんだろうと思うけど、だからその自分がやりたいお助けをするためにも、今まで言ってきたそういう考え方、お助け、じゃあどの層にどういう人を相手に、そのために僕は何をするのかっていう、こういう考え方がすごく大事だなと思って勉強になりました。なんかお助けしたいと思うやんけど、でもどうやってやるかは分からんかったし、そのやり方について考えたこともなかったけど、正直でも一つこのセミナーに参加することによって、あ、なるほどな、自分の特務を生かすっていうのは、だからそういう風に物事を考えた上で、じゃあ自分ができることなんだろうっていうことを見つけることなんだなと思って、すごく勉強になりました。まあ、他にもね、いろんなことをすごく勉強になること言ってたんやけど、今日はこういう考え方があって自分がやりたいお助けができるんだよっていうことをね含めて僕が思ったことを喋りました。お助けピックス自体はまだまだ多分続くと思うので、あのすごく第1回目だったんですけど、すごく面白かったっていうのを皆さんにもね、あのもし時間のある方は参加してもらってね、どん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 吸収してもらったらなと個人的に思ってます。はい、言いたいことはねまだまだあるんやけど長くなるんで、今日はこれぐらいにしておきます。それじゃあまた。